本日8月29日、小林光弘さん、戸高見沢勉さんに死刑が執行されたことに対して強く抗議する。谷垣定一法務大臣による死刑執行は6月26日に次ぐ6度目であり、執行された人は11人に上る。本日の死刑執行は国会開会中で、かつ9月3日に行われる内閣改造の直前であり、執行に関する論議もできず、また法相を退くであろう谷垣法相に執行の責任も追及できない時期をあえて選んで行った極めて卑劣な執行だと言える。これで安倍晋三政権は第一次政権で10人、第二次政権で11人、合計21人の死刑を執行したことになる。まさに安倍政権の本質っていうのがこの死刑の執行に表れているというふうに思います。小林光弘さんは8月6日に第3次再審の特別抗告が棄却され、弁護人が次の再審に向けて弁護人選任届を取っている最中の執行であり、拘置所も法務省も小林さんが再審を行うことを十分承知していながら、その機会を奪う形で執行された。で、小林さんは、フォーラム90が2008年および2011年に行った死刑確定者のアンケートの中で答えているんですけども、2011年の時には現在連絡は途絶しているが、最高裁まで支えてくれた母には心から感謝しています。私は支援者と弁護人の援助で生かされています。一次再審請求で平成23年6月20日に青森地裁は棄却決定したので、即時抗告申し立てをしました。叶わぬ願いと思いながら、生きているうちに娘に会いたいと願っています。被害者遺族の方々の願いは、私が一日も早く死刑になり、この世から消えてしまうことです。死刑刑罰は憲法で認められていますが、私が処刑されると被害者遺族の方々は幸福になるのでしょうか。死刑は当該報復の何者でもありません、というふうなことを書いておられます。で、高見沢さんは2012年10月に死刑が確定したばかりです。高見沢さんの裁判は一審判決が2003年2月、控訴審判決は同じ年の10月に出されたことからも、拙速な裁判が行われたことは明らかです。今年8月に私たちが確定死刑囚に送ったアンケートに対する回答には、再審準備中と書いてきており、その意思があったことは明白です。今回の2名の執行に共通することは、いずれも再審の意思を明確に表明しているにもかかわらず、棄却された感激やその準備中に死刑執行を断行したものであり、再審の機会を与えない、そして確定者を増やさないという極めて政治的な意図に基づく執行といえます。本当にいつ執行があるかわからないわけですから、私自身も2008年にそのまさに再審請求これから出すというタイミングで、依頼釈放されました。本当にその死刑に直面する人の権利の保障の問題なんですね。で、そういう意味では谷垣さん、その毎回そのターゲットのカテゴリーをちょっとずつこう変えてきてですね、本当にその何ですかね、個人的には主観的にはできるだけ批判をかわそうとして、執行する対象を選んできたんだと思うんですけども、この6月の時も申し上げたように、もうそれはもう無理なんですね。この状況でもう国際社会はとにかく死刑を課すカテゴリーだけじゃなくて、その手続きからもう実態面からも手続き面からもとにかく廃止という、そう究極的にそれをすることを見据えて、縛りをかけようとしているわけですから、やはりそこから逃れるということはできないということですね。まさに内閣改造直前の駆け込み執行と言われても仕方がないんではないかな。安倍内閣の第1位から見えますと21人という執行の人数は、私が簡単に調べたこの30数年間の中でも政権下において一番多い人数ではないかというふうに思います。ご案内通り、世界は死刑廃止に向かっておりますので、今140カ国が法律上あるいは事実上の死刑廃止国であります。そういう国連あるいはヨーロッパ EU
あるいはさまざまな市民団体が死刑廃止に向けて日本にいろんな意味で圧力をかけてますし、そういうことを求めてます。一方では日本は、いや韓国はですね、法的な義務はないとか従う義務はないんだとかといって、全くこの間死刑廃止に向けた努力をしようとしないんですね。でここに私は非常に大きな問題がある。世界はどんどん変わろうとしているのに対して、日本は全く耳間を傾けず、自ら変わろうとする努力もせずですね、堂々と死刑執行を行っているというこのギャップですよね。私はやはりその自分の姿がどういうふうに世界から映っているということに対して全く自覚症状がない、今この状況が私はやっぱり非常に懸念するところでありますし、本当にやっぱ国家が人の命を奪うという、生きる権利を奪うということがやっぱ究極的にやっぱ人権侵害である。その意味においてはこの非人道的なこの刑罰については一刻も早くやめるべきだというのが国際社会の意思なんですよね。それについてこれだけ繰り返し繰り返し勧告を受け、いろんなところから言われながらも、それに対して真正面から受け止めて努力をしないということに対してなぜなのかということが、私はやっぱ本質的に今の日本の大きな課題ではないかなというふうに思いますので、ぜひ我々 NGO 市民団体ももちろん頑張りますけれど、メディアの方もいろんな角度からですね、この問題について切り込んで伝えていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。